早稲田大学27番福岡優です。今日の試合を振り返って、合計で5得点することができ、試合には勝利することはできましたが、セットプレーで2失点してしまい、少し悔いの残る結果となってしまいました。次戦では無失点で勝利できるように全員で頑張ります。